弟です。今日は誕生日様なんですよ。ごがあげるんじゃないっていうか、なんで猫先輩こんなところいるんですか。そりゃサンゴちゃんのお誕生日だからだよ。ちゃんがの誕生日お祝いしに来てくれたってこと。うん、猫先輩。ねえサンゴちゃん、結婚しよう。いいんですか。うん、私と結婚させてあげる。それがお誕生日プレゼントだよ。私はサンゴちゃんにお部屋の掃除とかご飯とか作ってもらおう。今日のご飯何にしよっかな。うまい。カレーかな。でも、ま、猫先輩のためならいいかな。だってだって猫先輩ずっと一緒にいてくれるんですよね。え、うん、だって結婚ってことはずっとずーっと一緒。あーでもこのうちにあと歯磨きも絶対してください。じゃあ私はサンゴちゃんにあげるなんとかさ、もっと作んなきゃいけないから、うん、この辺でお皿を並べよ。待って猫ちゃん、待って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 、消えた。